皆さんこんにちは、中野博史です。本日は14年前、2009年のアンダー23世界選手権の男子軽量級フォアの決勝のレースをここで共有したいと思います。私が大学3年生の時、ボートを大学1年から始めたので丸2年の時に、すごい運が良くというかチームに恵まれ、コーチチーム本当に恵まれて決勝を迎えたレースになります。相手は日本、ハンガリー、ドイツ、スペイン、オランダ、フランスだったと思います。で、一番奥が日本になります。もうすぐスタートになります。本当は5分前ぐらいからスタートする予定だったんですけど、なんかペットボトルが浮いててそれを回収するので5分ぐらいかかって、でみんな待ちぼうけの中スタートになります。日本チームとしてはもう最初の500ぶっ飛ばしてできるなら1位狙っていこうみたいな形で積極的にスタートを飛ばすという作戦に出ています。スペインですね。一番奥が日本、その次はハンガリー、その次はドイツ、スペイン、オランダ、フランス、これはドイツですね。ドイツの元々日本は準決勝3位でゴールして決勝にギリギリ通過したので、最初の方はあまり映ってないです。で、日本チームはスタートが本当にうまく決まってびっくりするぐらい低速が出て今先頭を走っています。私はもう自分のことに頭がいっぱいとか本当に漕ぐことに頭がいっぱいなので、周りは全く見ていないので、今1位だとか2位だとか全然知らないままゴールを迎えています。John, you have also next year there's going to be a world championship in New Zealand. You're preparing hard, I know, but there was 2005, you won four medals within 50 minutes, was it? Yeah, 45 minutes. Yeah, it was, 成長は早稲田大学の田中、3番が私、一橋大の中の2番が西村、仙台大学で、バウが日本大学の三村になります。エルゴタイムとしては、田中が確か一番速くて22秒23秒、私が27秒8秒、西村が24秒ぐらいで、三村が30秒切るぐらいだったと思います。全体としては6分20秒半ばぐらいだったと記憶してますが、ちょっと間違ってるかもしれません。ちょっとすみません。で、最初500ぶっ飛ばして、次の250から750の250はちょっとペースを落として一回落ち着こうという作戦で、今順調にペース低速が落ちて今こういう感じになってます。で、チェコのラシセというところでコースあったんですけど、本当自転車でこうやって応援できる場所だったんで、みんなこうやってコーチ、スタッフの方は自転車で応援している感じです。で、日本チームは750過ぎたので、どん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 レートを上げて、36から38ぐらいが一番自分たちが速いレートだっていうのを知ってたので、それに向けてどん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 レートを上げていこうっていう感じです。テクニックとしては、こう船の一番先っぽが沈む前にブレードを入れて、できるだけピッチングを少なくしよう、できるだけ船の上下動をなくして真横に真横に船を進めようというのが一番大きなテクニックの狙いだったと記憶してます。一番前が早稲田の田中、3番次が一橋の私中野で、次仙台大の西村で、一番後ろが三村です。個人的には早稲田の田中と日大の三村が一番上手で、真ん中の中野と西村はもうパワーパワー頑張ろうみたいな、とりあえずついてこうみたいな感じでこいでると思います。この時点でドイツがトップで、 1000m 過ぎたあたりで三村が、日大の三村が、あ、これは金メダル取れるぞみたいな掛け声をしたいことをうっすら記憶してます。
jako předposlední muž, kterého jste si mohli prohlížet. Tady španělské kvarteto veslující teď momentálně na druhé pozici a musí odrážet překvapivý nápor Japonců, které sledujeme. Ti veslují ve složení Mimura, Nishimura Nakano a ve složení Hiromi Tanaka. もう本当に経験がほとんどないので合わせることしか集中することができなくて、本当田中の漕ぎをそっくりそのままコピーできるように常にずっと集中して漕いています。で残り 500m ラストスパートに向けて、さらにレートを上げて1位を狙ってって感じです。私は今でも日本チーム何位だとかそういうの全然知らずに、 2000m がいつ終わるのかということだけを考えてひたすら漕いでいると思います。které mají přednost před světovými mistrovstvími. Takže velmi lapidární a vysvětlující odpověď z úst Přemysla Panušky. Tady vidíte, kterak si zřejmě Němci veslují pro zlaté medaile i mezi non-coxy lehkých vah mužů, ale ještě to nemůžeme s určitostí tvrdit, protože do cíle, jak vidíte, zbývá nějakých 150-200 metrů. Tohle to je posádka Berghofer. ドイツチームのユニフォームの左胸に黒色のパペみたいについてると思うんですけど、確か3番の方がその大会期間中に応援に来てたおばあちゃんが確か亡くなって、その喪章を胸につけてこのレースに臨んでいます。偶然ドイツチームとこの後ユニフォームを交換したんですけど、その喪章の安全ピンの跡が穴があって、あれなんだろうと思ってみたら、後でビデオを見返したら、そのようなことになって、あ、なるほどみたいな感じで、でドイツチームがゴールして、2秒後ぐらいに日本チームがゴールして準優勝。これはなんか、オリンピック種目で日本が世界選手権でメダルを取ったのが初めてだったのかみたいな感じで、すごいなんか後ですごいおめでとうっていうような人に言われたのを記憶しています。Radostné a poměrně náročné gesto, které ve slovo Jan Lykke povstal ve své lodi, asi má dobrý balanc. Vidíte, že lehkovážníci jsou v podstatě velmi štíhlí chlapíci, měří kolem 185, ale hmotnost musí být pod 70 kg. Ano, markirovaný led labutě v podání Robyho Gerharda. Takže dokonce ho napodobili i ostatní členové posádky. Pro zajímavost, na poslední mistrovství světa v téhle kategorii bylo pořadí Španělsko, Německo, Francie a na olympijské regatě Dánsko, Polsko, Kanada. To je jenom tak pro osobu. になります。一番奥が日本チームで、一番奥から田中、中野、西村、三村になります。みんな笑顔です。Uprostřed to znamená, že na zlaté pozici stojí německý kvartet Simon Berghofer, Daniel Wisgott, Robbie Gerhardt a Jan. 私はこれからこの後ドーピング検査に呼ばれて、尿検査を受けて、無事何事もなかったんですけど、そもそも決勝の舞台に立つのが日本でも世界でももちろん初めてだったので、なんかドーピングも初めてで、あれよあれよと告げられて、尿検査をして、無事何事もなく日本に帰国したことを記憶しています。ありがとうございました。